皆さんこんにちは、エルザです。今回はトライストリンガーコラボにスペ製のアップはいるのかとなります。トライストリンガーコラボでガチマッチにそれなりに潜っていますが、デコイチラシの活用は相変わらず難しいなとよく思いますね。デコイチラシを使う中でもギアによる強化っていうところもありますが、その使いどころが悪ければ恩恵を受けづらいし、場合によっては無駄になるなっていうこともよくあります。ということで今回はトラコラ視点でデコイチラシにスペ性のアップはいるのかっていうところをまとめていきたいと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずデコイチラシのスペ性のアップのギアについてですが、正直なくてもいいかなと思ってます。っていうのも理由は大きく2つあります。1つ目は設置場所の広さによって効果が変わる、2つ目は微量だと範囲アップの効果が薄いっていうのがありますね。この2つが主な理由となります。正直ギアをつけた割に効果が薄いっていうところがあるんですよね。まず1については、設置場所によってデコイの効果を大きく左右するというのがあります。デコイチラシはマップの設置場所によって密集具合っていうのが大きく変わります。このためスペ性のアップがなくても効果を発揮できるんですよね。逆に広い場所だと隙間ができるので、そもそも効果的な使い方ではないということが多くあります。続いて2についてですが、スペ性能アップをつけたとしても、実はダメ効果範囲は最大で 1.2 倍ほどにしかならないというふうになってます。これは全部ギアを積んだ時ですね。で、目で見るとそれなりに足場が濡れていたりダメージ範囲が広がっているっていうのがわかりますが、他のスペシャルのように恩恵が大きいっていうところはないです。この2点を考えた時に、中途半端にスペ性能アップをつけるのはあまり好ましくないなっていうのがわかるかと思います。実際に 1.1 つけて試合をしたことがありますが、ギアによる強化よりも設置場所を考える方が効果が高かったように感じますね。デコイチラシにスペ性のアップはつけなくてもいい理由というところは、性能面だけでなくその目的にもあります。そもそもデコイチラシはウルトラショットみたいにキルが目的のスペシャルではありません。性能的に相手の場所を奪ったり、壊すための時間稼ぎ、味方への前線への押し上げといったサポート寄りのスペシャルとなります。ということは、ダメージアップする強化が入るスペ性能はこのサポートをこなす上でおまけ程度の効果となるわけなんですよね。スペ性能アップの効果を見るとキルが取れそうな感じはしますが、微妙なところというのが正直なところです。デコイチラシを敵と味方の対面が混雑しやすい場所にするとキルが取れるのはこのためですね。デコイチラシでキルが取れる人というのは、使う場所がうまいと言ってもいいかと思います。やはり打つ場所で効果が変わりますからね。で、この目的の違いからスペ性能アップをつけるのはちょっと微妙かなという感じれる部分かと思います。スペ性能についてお話をしてきましたが、スペ性能よりもいいギアがあります。それはスペシャル増加量アップですね。トライストリンガーコラボはメインの塗り力に加えて、スプリンクラーの設置などにより塗りポイントが稼ぎやすくなってます。個人的な数値の話ですが、無印の時よりも300から500は差が出るように感じますね。圧倒的に塗り差が出ます。で、デコイに関してはメガホンのようにすぐ使えというわけではないですが、回転率による押し込みっていうのは非常に便利です。またスプリンクラーの使用やメインの枯渇のしやすさから、リング管理が非常に難しいなと思いますね。この点を考えると、スペシャルの回転が上がることによって相手への嫌がらせやリング管理が容易になります。足場を奪いながらじわじわ攻めていくトラコラのことを考えると、スペゾーの方が相性がいいと言えると思いますね。ということで、トラコラにスペ性のアップは必要になるのかどうかという話は以上となります。狭いマップや押し込みが得意な人なら性能アップの恩恵は受けられるのかなと思います。ですが、そもそも押し込みやデコイチラシの効果を考えるとおまけ程度の効果アップなんですよね。その点を考えるとちょっと合わせづらいなっていうのが僕の見解となります。まあ、ギアに関しては、弓はいろんなギアをつけたいっていうか優先度が高いものが多いので、スペ性能アップにこだわらなくてもいいのかなっていうところですね。
ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。